どうも皆さんこんにちは。はい、今回は、韓流軍のヒロナのトーマリン2階層を、自分の写真ための、攻略をやってみました。はい、ですね、まず、出現する主なギミックについて紹介してみたいなと思います。まず1つ目が地雷ですね。地雷、はい、とウィンドが入っております。はい、そして反撃モードですね。反撃モードに関しては、ボスが、攻撃力ダウンで、雑魚が、攻撃力アップとなっております。1回触れるだけで攻撃力アップとなりますので、2回目触れても、そのままの状態になりますので、雑魚を攻撃力アップと触れつつ、ボスの、ミケランジェロに当てて攻撃力ダウンという形になっております。そして、今回なんですが、ここはハートなしということになっております。そしてあとが属性効果アップですね。なので、既属性の、キャラを連れていくことが、まあ、おすすめかなと思います。はい、続いて、まあ、主に何を連れていったらいいのかということで、まあ、基本的には埋水持ちが4体、まあ、ほぼ必須ですね。できたら埋水持ちが、4体おると、とても効率よく戦えるんじゃないでしょうか。そして反風持ちがおるとさらにいいですね。なぜかというと、反風でなかったら、まあ、吸い寄せられて、火ダメージの、火ダメージ&攻撃力、アップになりますよね。まあ、雑魚にピンゴリ、吸い寄せられると、すぐさま、ね、ヒランゴリがすぐに、攻撃がアップした状態で雑魚に触れてても結局攻撃がアップの状態になりますから、要するにアンプを折ると、いいと思います。はい、すみません、グラグラでちょっと説明になりますが申し訳ございません。まあ要するに、まあ、敵の反撃モードを理解していくことですね。まあハートが出現しないから、まあ、ダメージを抑えつつ、そして反撃モードで、しっかり理解して雑魚からすぐに、ミケランジェロに当てるような形になっております。はい、もう全然ね、難易度が結構違うので。はい、そして、ボスの中央ステージですね。まあボスという、まあ中央もそうなんですけど、ミケランジェロ自体が中央には基本的に雑魚処理を優先してください。なぜかと言いますと、中央の位置が、まあめちゃくちゃ痛いですよと、攻撃がほぼ特殊の状態が近いので、中央の数字が2の時には別にミケランジェロが攻撃がアップしていても攻撃がないので、基本的に。はい。なので、雑魚処理をしっかり、取りつつ、中央の数字が1になった時は確実にミケランジェロを、攻撃ダウンして、させていく状態に、させていただきましょう。はい。でですね、まあ基本的に何を連れていったらいいのかと、いうことで、まあ基本的には守護のガブリエル重心化を連れていくことが、まあよりおすすめなんじゃないかなと思います。まあもしガブリエル持ってない方とかであれば、まあ千の利休だったり、あとはナイチンゲールだったり、まあ、ヒプノスだったりオルフェンスだったりですね、その辺が強いのかなと思います。ただ今回はちょっとリズム課金化でのっていう挑戦なので、今回はヴィランパンドラを採用させていただきました。ヴィランパンドラと、セツナですね。セツナとシャンバラですね。はい、シャンバラですね。まあ、反風持ちで、メテオインセンス、雑魚処理がスムーズ。そして、ヴィランパンドラについては、まあ、回復、つまりドレインですね。攻撃しつつ、ドレインも可能。なので、ヴィランパンドラ作用。そして、最後にセツナですね。まあ、放電が雑魚処理に有効ということで、セツナ一体を作用させていただきました。はい。で、フレンドの方で、守護のガブリエルですね。マッチですね。まあ、前線も結構しっかりなさってるんで、まあ、強いのかなと思いまして、今回は採用させていただく形になりました。はい。まあ、初回は、まあ、もうガチ編成で行きましたね。まあ、昔は、ガブリエルじゃなくて何ついてったかな。普通に、トモエゴゼンだったり、ロフェイスだったり、その辺ついてったかな、という、印象ですね。はい。まあ、今回は、昔のパネの挑戦、2回目という挑戦なので、昔のパネの挑戦で、今回は撮影をさせていただくことになりました。はい、すみません。で、バトル4のステージですね。まあ、ここも普通に、雑魚を処理しつつ、はい、ミケランジェロに、
攻撃していく形になっています。はい。まあ、基本的にミケランジェロの6戦の攻撃パターンなんですが、まず中央の2ターンが、まあ、大体、まあ、ね、絶対に攻撃ないよっていうことはないんですが、まあ、基本的には、うん、そこまでダメージはないのかな。まあ、貫通拡散なんですね。はい。まあ、これがまあ、痛いよと。密着時でもめちゃくちゃ痛いからね。うん、で、右にね、2ターンかな。まあ、これが反撃モードが、アンド引き、先生、インドですね。で、左の位置が地雷展開となります。なので、マインスイーパー持ちで連れていくと、より、攻撃が上がってきて、叩き出せると思います。はい。まあ、これが主にミケランジェロの攻撃パターンですね。まあまあ、基本的には、もう雑魚を投げて、ボス、という手順を、基本的には、はい、もう雑魚を投げて、ボスの手順で殴ると、倒しやすいのかなと思います。まあ、むずい。もう本当に難しかった。ここ何回も取り直して、もう投げんなっていうぐらい。本当に取り直しました。もう、まあ、苦手なとこ、苦手な人は苦手かな。うん。もう、ブストッコ、もう焦っちゃってブストッコ行って即負けるみたいな。そうだね。非常に多いね。焦らずに、もう本当にしっかり、雑魚を当てる。雑魚を当ててボス。もう絶対に。うん。雑魚を当ててボス。で、あと、モンスターの位置によれば、まあ、例えば、刹那が、例えば、ミケランジェロの刹那を取ってして、まあ、刹那取っていいやっていうのを来てもダメなんですよね。なんでかというと、刹那の放電が、その近い位置に当たってしまって、ミケランジェロが攻撃アップした状態でダウンする自分も結局攻撃がアップ、そのままで続いてるから、まあ、配置にもよりますね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、サンダラは、はい、刹那。で、立って、と。はい。こんな感じですね。まあもう本当に雑魚処理優先っていう形なんですね。うん。で、中央の2の時は、もう、普通に、雑魚当たって、はい、という感じなんですが、今回触れていかずに、はい。ヴィランパンダラの SS はなるべく、使わずに、まっすぐ使ってもいいかなと思って。そのままボスショットですね。はい。で、ここ、ボスのゲージ長いですね。で、まあ、本当に焦らずやっていかないと即死に近いかな。まあ、むずい。本当にむずい。で、ボス参戦は、まあ、ちょっとボーナスステージみたいなもんで、そこはちょっと、比較的少ないのかな。で、ここも悩みましたね。位置もどうしよう。まあ、ザコ当てて、ザコ当てて、でも位置だから、これ当たっちゃうのかなーっていう感じで、まあちょっとこの辺で行きました。そうですね。ちょっとかすって当たりましたね。かすり気味で。これめちゃくちゃ食らいます。この1回だけでめちゃくちゃ食らいます。もう2回食らったらもう終わりですね。そしてハートがないんで、このヴィランパンダラは何で優秀だったの？はい。まあ、麻痺ってこともまあ、稀にやりますから。いいしかしないかと思います。はい。まあ、この守護ガブリエル一体連れてきたら、まあ、ぐらい。あ、ただ、何かな、作り直しだよ。で、ボス4戦目なんですが、浦島太郎ですね。浦島太郎は、モニター間に確実にするんですね。もう相当ダメージがでかいんで、多分落ちました。私は神の左に立つもの。はい。毒無効で、まあ、倒せるのかなと思って。で、ここもどうしようかなと思って、まあ、下に行こうか、それとも、
上に行こうかな。ザコの座と反射説の本番で行くのか、はたまた上のザコを反射して上のカレー、そして下の反射。この1個のミスでやられてしまうので、このショットをやられるって思うので、下手したらやられる。はい、うまく、ドリブルダウンが良かったなと思いました。で、ソチのオフェンスですね。なるべく上に行きたかったので、上のルートを取りました。なくなったら上のルートに入れるかなと思って。はい。なんか、ちょっと待って。チャンバラですね。ここはちょっとミスりました。あ、こいつ皮型だなぁと思って。バランス、あらって。まあ、ミスりました。もう死んだかなと思ったけど、個人的に取りましたね。はい、こんな感じで、無事に倒せました。はい、今回は、ここまでとなっております。はい、本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。